デニス・ドミトリー・エビチ・チェリシェフは、ロシアニジニノブゴロド出身のサッカー選手。ロシア代表、バレンシア CF に所属している。ポジションは FW、MF。父親は、元サッカー選手で、ロシア代表でもプレーしたドミトリー・チェリシェフ。ロシアのニジニノブゴロドで生まれ、1995年に、 父親がプロとして所属していたスポルティングで基本のユースチームでキャリアをスタートさせ、2000年にブルゴス CF に移籍した。2002年にレアルマドリードへ移籍し、2008から2009シーズンからレアルマドリードカスティージャに昇格した。2012年トップチームに昇格したが、わずかカップ戦1試合の出場にとどまった。2013年セビージャ FC に レンタル遺跡。2014年、ビジャレアル CEF に、レンタル遺跡。2015年、レアルマドリードに復帰。12月3日、コパデルレイのカディス CF 戦にて先発し先制点を挙げるも、自身はビジャレアル時代に、カードル遺跡によって、出場停止処分中だったことが発覚し、規約違反によってチームは失格となった。2016年2月、バレンシア CEF に、 シーズン終了までのレンタルで移籍した。2016年6月15日、ビジャレアル CF に移籍することが発表された。2019年7月12日、バレンシア CF に完全移籍し、3年契約を締結した。ロシア代表として各年代でプレーしている。2012年11月14日のアメリカ戦で、ロシア A 代表デビューをした。 2018FIFA ワールドカップ開幕戦のサウジアラビア戦ではアラン・ジャゴエフの負傷により前半から途中出場すると代表初得点を含む2得点を記録。ロシアの対象に貢献し大会選定のマン・オブ・ザ・マッチに選出された。その後もグループリーグ第2節エジプト戦で1ゴール。 準々決勝クロアチア戦で1ゴールを挙げ、大会通算5試合4ゴールという成績で母国をベスト8に牽引する立役者となった。ありがとうございます。